ご紹介いただきました、スノーピークの山井と申します。よろしくお願いします。まあ、皆さんご存知だと思いますけど、スノーピークは、まあ、アウトドアの、会社で、新潟発グローバルな事業を展開して、おりますけれども、まあ、先般新潟市、ビルボードプレイスにも、直営店を、お出ししたりとか、いうこともありまして、まあ、何か新潟市、のお役に立てないかなというふうに、かねてから考えていましたし、あとはあそこの場所では街中アウトドアということで、3年ほど前、3年間ほどですね、以前にも、野菜店の、事業にご協力させていただいた経緯もあり、この度、水辺アウトドアラウンジ安らぎ亭という、ネーミングで、手前どもが、マネジメントをですね、行わせていただくことになりました。まあ、従来から、あそこは非常に賑わいはあるんですけれども、まあ、飲食が中心で、ございましたので、まあ、そこをアウトドアラウンジという形の、ブランド、あとヘルスゾーンという砂岩という2つの、ゾーンに分けて、まあ、アウトドアメーカーらしいですね、まあ、非常に新潟という美しい、都市にふさわしい、アウトドアテイストなにぎわいを、作っていきたいというふうにも、思っておりますので、皆様の、ご協力をぜひお願いしたいというふうに思います。ありがとうございました。それでは篠田修一局お願いいたします。はい、今山井社長さんからお話しあったように、我々昨年あそこに、まあ、飲食系のお店12店だったでしょうか、出店いただいて、まあ、全国的にも非常に注目される水辺のにぎわいとこういうものを作り出すことができたんですけれども、新潟の開港150周年をどんな町づくりして、やっていくかというのを議論いただいていた市民委員会の方が3年前からですかね、街中アウトドアという形で水辺をこんなに楽しく遊べますよというものをやっていただいたときに、スノーピークさんからご協力をいただいて、これは子どもたちあるいはファミリーに大変評判が良かったと、そういう飲食の楽しさとファミリーの集まる場所、そんなあたりを今回はスノーピークさんが一括で、まあ、管理担当していただけると、ウガンとサガン、また特徴付けもさらに図っていただけるということなんで、より全国に先駆けた水辺の取り組みが新潟の、まあ、日本一の大河信濃川の両岸でやっていただけると、これ本当に素晴らしいことになるんではないかと、まあ、今日は下流事務所さんからおいでいただいていますが、できれば万代橋の下流の方にもですね、こちらは港湾ということになるわけですけれども、開港150周年の時には広げて、まあ、八千代橋から万代島あたりまで、本当に楽しい新潟とこういうものを、これを実現していければと、その大きな一歩が踏み出せるということで大変喜んでおります。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に目黒所長より、本市の水辺リング信濃川安らぎ亭に対する期待や取り組みの評価など一言お願いいたします。はい、まずはこの席に投席させていただきまして大変光栄におります。ありがとうございます。で、まあ、安らぎ亭の水辺リングなんですけれども、昨年度までも関係者の皆様、市をはじめ関係者の皆様の活躍によってですね、だいぶ賑やかになってきた空間になってきております。今年の2月ですかね、全国の会議でも市長から発表していただくなど、全国でもかなり注目浴びておりまして、一目置かれる場になっております。ですので、この安らぎ亭が今後ですね、今回のこれをもちまして、新潟の市内のはもちろん外からも、県の外からもですね、人がたくさん集まるような空間になってですね、そのにぎわいが周辺に波及していって、今下流側というような話もありましたが、まあ、上流側も下流側にも広がっていくような町全体の活性化につながるということを非常に期待しております。で、あと私河川管理者ですので、河川管理者の立場からしますと、このいい流れの中でですね、河川にもっとやっぱり人が近づいていただいてですね、河川のことっていうのに興味を持っていただいて、河川空間の利用の幅ですとか可能性ですとか、あと、まあ、安らぎ亭そのものは治水の効果として大事な役割も持っていますので、そういったところも皆さんに少しでも理解していただくような形につながっていけば大変ありがたいなというふうに思っています。
でまたこの度は株式会社ソノピークさんに全体のマネジメントをしていただくというようなことで、河川空間が今まで以上に楽しめる場所っていうようなところで企画とか提案とかしていただいて、また実践していただいて、それが新潟から発信するような形になっていくっていうのを非常に期待しているところでありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。我々やっぱりバンダイから安らぎ亭へというこの流れをより太くしていきたいなと思うとき、最高の方が手を挙げていただいたなと、これでアウトドアの楽しさ、それも街中アウトドアという形で、こんなに手間かからず簡単に、しかし楽しみは非常に大きいということをいろんな方に知っていただく、まさにモデルゾーンみたいに、していただけるんじゃないかということで大変期待してますし、また両方で、できるだけ、料理を作る場所をここを芝生の負荷が少なくなるような、ゾーニングでしょうかね、一番の水辺のところに飲食あるいはお楽しみをやっていただくゾーンにして、少し屋台のような、重量系のものを上へ上げるというようなゾーニングの工夫も必要かなと。そうですね、昨年は3万人ぐらいの、皆さんがあそこにいらっしゃって、にぎわいは、あったと思うんですけれども、さらに、今市長もおっしゃった通りに、我々ちょっと空間デザインをちゃんとして、もう少し統一感があるような室内にしたりとか、あと飲食を超えて、スノーピーのミッションは、自然と人をつなぐということですので、あそこの、舞台を使って、うまく、新潟市民の方で、外からいらっしゃる方も含めてですけれども、あの場所で、自然と人がつながるような、事業展開をしていきたいなというふうに思います。あとはちょっとグランピングを、楽しめるようなゾーンでしたり、スノーピーが持っているソリューションを、うまくそこの右岸側でレイアウトをして、各々ゾーンで、的確に人としての方を、つないでいくようなことをやります。で、あと坂については、ヘルスゾーンということで健康が増進できるような、ところで、もちろん我々だけじゃなくて、市内のいろんな業者さん、子会社とか事業者さんと組んでそういったゾーンを創出していきたいなというふうに考えています。から、出店者の皆さんへの説明会も1回開催されてて、ご参加いただいている事業者さんは12社でございまして、ただ、通年 ずっと最初から最後までですね、7月から11月まで出店なさる業者さんもいらっしゃいますし、あとはポイントポイントで出店なさる業者さんもいるので、おおむね、そのブースとしては 10店舗ぐらいのブースを我々が、室内をちゃんと設営をして、でマネジメントしていくってことになると思うので、あと人が生き生きとしているような、街に、ここを通じてですね、それがこう増幅されるようなことになれば非常に個人的にも嬉しいなというふうに。スノーピークが持っている、例えばこういった、これ熊恵子さんもデザイン していただいたモバイルハウスだったりとか、あとはグランピングのテントだったりとか、あとオートキャンピングのソリューションを持っていますので、そういうものを的確にレイアウトをして、で全体の統一感を出して、外から見たら非常に美しい空間デザインを実現しようというふうに考えています。ちょっとプレミアムなゾーンだったりとか、そういうことを作るのにはそのものが使えるかもしれないなと思ってて、まだ完全に全てのことを決めてるわけではないので、今最終的に4月1日に向けて、いろんな試行錯誤をやってる最中ですし、あと出店者の皆さんとも今後話し合いの中で、共に作り上げていく必要もあるので、印象の部分はイレアルさんが、我々と一緒にタッグを組んで、飲食のところの、マネジメントにも、参加していただくってことになってますので、その辺も含めてですね、しっかりとこれから作り込みをしていきたいというふうに思います。キャンプをメインにやってる会社なんですけれども、キャンプをやってらっしゃる日本の人口は大体人口の 7% だけしかいなくて、で、水辺アウトドアラウンジが正規的な名前になってますけど、うちの内部的には、アーバンアウトドアっていう言葉で、都市部で、アウトドアをちゃんと創出するっていう、事業の一環だというふうに考えております。下流の方になると細かい話をすると、港の管轄になりますので、当然港の部署、県さんの方とも連携していかなければいけないというのはまず大前提ではありますが、まず今回のここの場でのこのプロジェクトというかですね、これがやはり
起爆剤というか成功することによってやっぱり広がりっていうのが出てくるのが大事だなというふうに思ってますので、当然あのみたいなのが将来的には出てくるっていうのが望ましいんじゃないかなというふうには考えています。はい、新潟県さんは前向きに受け取っていただいていると認識してます。それではお時間になりましたので、この辺で終了させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。